トルクアートアタッソということですね。まあ、表記によってはトルクアートアタッソとも言われますが、まあトルクうん、こっちのね、トルクアートアタッソの方が使われているのでこっちの名前で今、紹介していますが、まあ、バーデン大将ね、非常に迫力ある3頭の叩き合い、そして1頭脱落していってっていう感じだったんですけど、すごいね、見応えのあるね、レースでね、結構な5、6回見ちゃいましたね。うん、いいレースだなと思って。で、バイエルン大賞を見てもね、根性がある馬だなっていう印象がすごく僕はレース映像を見ていて強いです。はい、根性、気持ちですかね。うん、なんかまっすぐなとこ、芯が強いような、そんなような印象がとてもある馬だなっていうところですね。で、まあ、先行集団がね、いっぱいいるようなレースに凱旋門賞がなって、で、すごい叩き合いになって狭いところからちょっとじわじわっと伸びてくるとかね、そんなケースを考えると、人気を考えるとね、面白いかもしれないなっていうふうには、はい、思っている馬です。で、そうですね、ウィリアムヒルでは 51.0 倍という単勝オッズになっていますが、どうなんですかね。まあ、日本だともっと人気薄になるんじゃないのかなって思いますね。はい。だから、やっぱなんだ、ブックメーカーの方が海外馬が美味しいレース、美味しいっていう馬もいるし、当然ブックメーカーの方が日本馬は美味しいし、で、日本の JRA の発売のやつでもやっぱ海外馬が美味しいのは基本なんですけど、その中でもね、極端に美味しくなる馬と、やっぱ美味しくなくなる馬も出てくるっていうところは結構あると思う。今年のね、今回の凱旋門賞はなんかそれがすごい顕著に出るんじゃねえのかなっていうふうにね、僕的には、はい、思っていたりします。このトルクアタタッソも結構、うん、そういうタイプかな。JRA の方で美味しくなるかなっていう、すごくオッズ順にね、そうとしたら、下の方に出てくる馬なんじゃないのかなっていうふうにはね、うん、思ったりしますね。まあ、戦歴で言うと、まあ、10戦して4勝しているということになります。まあ、そんなに、うん、大崩れしていないっていう感じですかね。6着が1回ありますし、4着、6着ありますけど、あと全部3着以内っていうところですね。まあ、G1 も2つ勝ってますし、G1 の2着も2回、3着も1回あるということですね。馬場状態も、まあ、思うは良くないのかな、どうなんですかね。うん、でも、野用も量なんかは全然いいし、まあ、距離の融通っていうところだと、まあ、2400ベストかなとは思うんですけど、割と距離馬場不問なので、その辺は、うん、なんか面白いなと思いますね。なんかこの馬が直線でね、挟まれて、なんか窮屈そうなところからむくむくっと出てきていて、なんか、前の方がね、体勢決した後に3着にぴょこっていうパターンは結構、僕的にはそういう馬券は買いたいかなっていうふうに思っています。フル動画は50分のボリュームでアップされております。概要欄に URL がありますので、ぜひそちらからご視聴ください。チャンネル登録もよろしくね。